ハローボー、ロボコだよー、コロモだよー今日は僕がアンバサダーをしているふもふさんからあるものが届いたので、それと一緒に僕のデスク周り紹介します。こちらアミロさんのキーボードなんですけれども、僕も持ってる桜キーボードをはじめに海の音色だったり、他にもね可愛いキーボードで有名なんですけども、この箱がなんと届きました。じゃじゃーん、なんとロボコモデルのキーボードを作っていただきました。いや、めちゃくちゃ可愛い。僕の新しい自作パソコンとなっております。めっちゃ可愛い。本当はね、もともと自作パソコンのね依頼しかしてなかったんだけど、まあ縁がありまして、ふもふさんからキーボードも作っていただくことになりました。うん、感謝、ありがとうな。めちゃめちゃ可愛いんだ。そう、これ中身すっごい可愛くない？色とかケーブルもね、いっぱい相談させていただきました。中までねイラストが入るの可愛いよねって。すごいね。何してるんだい？あ、それは一体何軸の音？あ、皆さん何の軸の音かぜひ当ててみてください。このキーボードは一体何軸で僕がオーダーしたのでしょうか？分かる人には分かっちゃうかな、やっぱり。あれはこのサインだ。おへ。はい、ロボコが愛用しているのはダッキーさんの茶軸 US 配列のキーボード。元は白かったんだけど、バイオレットの、ね、キーキャップをつけてカスタマイズさせていただいております。めちゃくちゃ可愛いっしょ。へへ。そして上の方に見えるのはスタバさんの、桜タンブラーですね。これでキーボードに水をぶっかけないぞ。うん、で後ろはまあ可愛いものたちを置いてって、このひよことかミッキーとかの水晶はリスナーさんからロブサーからいただいたプレゼントですね。かわいい。で、ストリームデクくん、ショートカットにとても便利。そしてお隣さん AG06、 これはね僕がよく使っている、インターフェースくんですね。そしてね下の方行くと、こちらなんとファイナルマスクが 47g という驚異の軽さ。まあ、一番ね今までで手に馴染む感じがするので、個人的には神マウスだね。で、こっちもね、ファイナルマウスのエアくんなんだけど、これはね、かっこいい。はい、そしてロボコのオリジナルキーボード、そして謎のサイン。めちゃくちゃ色合いもね、好きにさせていただいてありがとう、ありがとう。WSDV だけ買いさせていただきました。ケーブルもね、オーダーメイドさせて、合わさせていただきました。かわいいね。してしてして。まあこの子は USB ポータブルだったんだけど、まあウサギだったんだけどね、やられましたね。うん、でこれはね、なんて言うんだっけな、多分字幕がつくはず。 この2つね。はい、そしてこちらね、自作のパソコンとなっております。いや、もう本当に可愛い。ステッカーもマジで可愛いし、このステッカーなんとブースさんにも売っていますので、ぜひとも皆さんもチェックしてみてください。中身もね、全部ね、相談させていただいて、もう本当に可愛くできたなっていうところ。電気を消すと、こんな感じ。みんなどうだった？僕のデスク周りは、こんな感じでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もしてってね。じゃあねー。